道芸をやっているスラムパンダ君。はい。おお、どのぐらいやってるのかね、もう。2年半ぐらい。おお、はい。結局その探してほしい人がいると。おお、これなかなか見つからない人なんですか。そうですね、ちょっと自分では何とも、うん、誰なの、その探してほしい人って。私大道芸人始めた2014年頃にですね、うん、ツイッターのアカウント立ち上げてですね、うん、一応スラムパンダという名前でアカウント持ってるんですが、たった一人だけフォロワーさんが見えまして、うん、はいはい、はい、どんな人なんだろうと。あ、はい、なるほどね。2014年からやってるって。2014年、はい。で一人。3年やって一人。一人。そう、ツイッターをやってないから分かんないけど。そんなもんなの？つくのって。ちなみにうちの番組も、うん、やってますけれども、うん、特にそんなに何も、まあ、しなくてもっていうか、うん、まあ、そのツイッターを始めるとやっぱりその自動的にわーっとフォロワーっていうのはつくものなので、一人っていうのはなかなか珍しいというか。なるほど。それで一人ってことは、そうだ、人気がないね。そうですね。謙遜かと思ったけど、あ、その一人を探したいと。そうです。うん、で今回番組スタッフが総力を挙げまして、うん、はい、お一人のそのフォロワーを探しましたところ、うん、なんと見つかりました。あれ、うん、そうで、あ、そう、今日スタジオに来ていただきました。うん、もう急展開じゃない。あらららら、ね、見つかりましたよ。見つかったって。何も知らないでしょ、情報は。ちょっと緊張しますけど。いや、俺話しかけてんすよ。ごめんなさい。いいだろうがよ、嬉しいんだもんね。いろいろと、ね、聞いていただきましょうか。はい、それではお入りください。どうぞ。こんにちは。軽いね。なんか、どう。そう、名前が何さん。尾崎義信です。尾崎義信。29歳。はあ、どうですか、スラムパンダ君。よろしくお願いします。初めましてですね。よろしくお願いします。こちらこそ。なんだかちょっといいですね。でも、スラムパンダさんは愛知で活動してるでしょ。はい。尾崎さんはどこで。僕もですね、実はストリートパフォーマーでして、主に海外で。海外で。今回は台湾から来ました。はい、台湾から。台湾からここに来てくれたの。来ました。はい、これ会うために。あ、そうです。ちょうどタイミングもよく、うん、あ、そうですか。パフォーマー同士ってことなんだ。うん、そうです。じゃあその海外からこのスタルムパンダ君をフォローしたってこと。僕はワンマンバンド当時やってたので、うん、お会いしてなくてもですね、まあ、一応同業者ということですね、フォローをさせていただきまして。なるほど、ありがとうございます。だ、同じその一人バンド、ワンマンバンドつながりで。スラムパンダさんは、はい、この尾崎さんのツイッターはフォローはされてない。してない、ないかもしれません。してないですか。してないってお聞きしたんですけど。一人しかいねえんだからしろよ。